どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはソロ用のワンポールテントなんですけれども、今回紹介するテント少し変わった形をしていると思います。このテントなんと日本人が設計したテントなんです。ということで早速今回紹介するテントはこちら、ででん、Uジャックのサーペントテントというテントです。さっき日本人が設計したって言ったんですけれども、Uジャック株式会社の佐藤さんという方が設計し販売しているテントです。このテントを今から詳しく見ていくんですけれども、もうフルの状態で組み立ててあるんで、まずはちらっと中を見てみましょう。室内はこんな感じになっています。ででん。今左側だけ壁を作ってるんですけど、こちら側も壁を作ることができます。バイクを入れたとしても屋根の下にスペースがあるほど大きなテントです。室内はこのようになっています。中央に1本だけポールが立っているんですけれども、ポールの先はさすまたのように二股になっています。このテントの大きな特徴はこのインナーテントです。このベージュの部分はポリコットでできています。床は普通のポリエステルなんですけれども、壁と天井はポリコットでできています。今からこのテントを詳しく見ていくんですけど、その前にこのテントの特徴をさらっとご紹介したいと思います。1、独自設計のテントで今までに見たことがない形のテントです。立ったまま着替えることができるほど広く高い前室があり、室内は最大で2人まで横になれるスペースがあります。雨が降っていても別にタープを持っていかなくても快適にソロキャンプを楽しむことができる新しいテントです。2、大きなテントですが最小で必要なペグ数はなんとたったの6本です。組み立ては3分程度でできました。インナーテントは吊り下げ式なので、雨が降っている日でもまるでタープの下にいるかのように無理な姿勢を取らずに撤収作業をすることができます。3、インナーテントの壁のみがポリコットで作られています。夏は涼しく、冬は暖かく使用することができます。また、ポリコットは吸湿性があるので、快適な湿度を自動でコントロールしてくれます。結露しやすい環境下でも、壁に水が垂れることはありません。テントのその他の部分の素材はポリエステルなので、収納時の重さは抑えつつ、結露に強いテントとなっています。4、立ったまま着替えることができるほど大きな前室がついており、2人まで横になれるテントですが、収納時は直径24センチ。横58センチと大きすぎず、バイクツーリングも想定した設計だそうです。肩にかけて持ち運ぶのにも苦ではない大きさです。5、フライシートにはスカートがついています。寒い時期は伸ばして、暑い時期は巻き上げることで快適に4シーズン使うことができます。6、前室には雨よけシェードがついており、雨風の向きや太陽の向き、周りの状況によって自由に開け閉めすることができます。ポールを1本だけ使い、このようにタープスタイルで使うこともできます。サイドシェードの開閉やポールの本数などでいろんな形にすることができます。7、室内には大きな天窓がついています。ここを開けることで風の通り道ができ、ベンチレーション効果を最大限発揮することができます。8、このサーペントテントを設計し販売している佐藤さんは YouTube チャンネルも開設されています。どんな人が設計し、どんな人が Uジャックの代表者なのか知ることができます。ということで、このテントの特徴をさらっと紹介したので、これからサーペントテントを詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは横58センチ、直径24センチです。中央のポールはもちろん、前室のポール2本もあらかじめ付属しています。高さ2メートル30センチの高さのテントに加えて、全部の付属品を入れたとしてもここまで小さくできたのは素晴らしいと思います。早速袋から出してみましょう。付属品はフライシート、インナーテント、メインのポールが1本、前室のポールが2本、ペグが17本、ロープが10本、日本語の説明書です。さすがに僕でも説明書を見ずに初見で組み立てることは無理かなと思っていましたが、この Uジャックのサーペントテント、形は見たことない形をしていますが、ジャンルはワンポールテントに分類されます。なので他のワンポールテントと組み立て方は全く一緒で、大きい割に構造や組み立てはめちゃくちゃシンプルなテントでした。組み立て方は1、フライシートを広げ6点にペグを打ち込みます。2、さすまたのような独自仕様のメインポールを組み立て、中からポールを立てます。これでほぼ完成です。慣れれば3分程度でここまでの形にすることができます。形を整えたり、風で倒れないようにロープを張れば完成です。組み立て方は日本語の説明書に写真付きでとても詳しく記載されています。注意すべき点なども詳しく書かれているので、説明書を見ながら手順通りに組み立てればテントを組み立てたことがない人でも簡単に組み立てることができると思います。また、設計者である Uジャックの佐藤さんは YouTube チャンネルも開設されています。そちらでこのサーペントテントの組み立て方を解説した動画が公開されています。実はサーペントテントの設営方法の方をご紹介していきたいなと思います。12分かけて組み立て方の解説、6分かけて収納のやり方の解説をされています。公式の動画であり、細かい点も解説されているので、組み立てと撤収に関して気になる方はそちらの方の動画をご覧ください。URL は概要欄に貼っています。組み立てを終えた Uジャックのサーペントテントはこんな感じです。とてもでかく、存在感が半端ないです。外見を詳しく見ていきましょう。入り口は正面に1箇所あります。ファスナー2箇所を上げれば中に入ることができます。開けた入り口の扉はくるくる巻きにして上に固定することができます。インナーテントを設置していない状態だとこのようになっています。インナーテントを使用せずにフライシートだけでもワンポールテントのような使い方が可能です。 400cc のバイクがすっぽり入り、コットを置いてもまだまだ余裕があります。中から上を見上げるとポールはこのようになっています。ちなみに別売りで専用のグランドシートも販売されています。 Uジャックのサーペントテント専用のグランドシートなので、底面の形にぴったり合うように設計されています。早速ですがインナーテントを設置してみましょう。このインナーテントは吊り下げ式になっています。底面の4箇所にフックをかけ、天井の2箇所にフックをかけるだけで設置が可能なので、1分もあれば取り付け、取り外しが可能です。ちなみにこのテント、マジで背が高いので、チビの僕ではフックをかけることができませんでした。そんな時は立てたポールを少しだけ斜めにして手が届くようにしてからかけましょう。こういった細かい点を Uジャックチャンネルで解説されています。インナーテントを設置しましたが、中を詳しく見る前に、こういった扉を巻き上げて使うスタイルでも使用可能ですが、せっかくなので付属のポールを使って前室を作り、このテントを真の姿にしてみましょう。付属のポールを組み立てて、前室の扉の D 型のリングに差し込み、ロープで固定し、ペグでロープを固定すれば前室の完成です。これが Uジャックのサーペントテントのフル装備の状態です。外見をさらに詳しく見ていきましょう。テントの天井部分には2箇所通気口があります。一度組み立ててしまうと手が届かなくなるので、ポールを立てる前にあらかじめ開けておくといいと思います。前室の壁は開けたり閉めたりできるシェード機能がついています。雨や風を受けるために片側だけ閉めたり、プライベートを確保するために両方閉めたり、はたまた開放感を出すために両方開けたり、ポールを1本だけ使い、このようにタープスタイルで使うこともできます。ファスナー1つで簡単に開け閉めが可能です。早速インナーテントを開けてみましょう。インナーテントの扉を開けると全面に網戸が張られています。ベンチレーションは他のテントと比べ物にならないほどいいと思います。網戸は逆 T 字型になっています。縦を開けて底面の横を開ければ開くようになっています。扉は網戸を含めてくるくる巻きにして横に固定することができます。テントの中はこのようになっています。床はポリエステル製ですが、壁はポリコットでできています。このテントはインナーテントの壁だけがポリコットでできています。ポリコットは燃えにくく、結露が発生しにくいが、重く、濡れた後の手入れが面倒という特徴があります。最近、ポリコットを素材としたテントは増えてきましたが、あえて室内の、しかも壁だけにポリコットを使用しているテントは、この Uジャックのサーペントテントだけかと思います。室内の壁だけがポリコットなので、収納時の重さもめちゃくちゃ重くなるわけではなく、室内の壁は雨に濡れることもないので、びしょびしょに濡れることもありません。ポリコットのメリットを生かしつつも、デメリットを感じさせないような設計のテントです。コットやテーブルを置いてみるとこのようになります。一人で快適、一人でも横になれるくらいの大きさです。インナーテントの扉の上側には2箇所フックがあり、ランタンなどをかけることができます。室内からの視点はこのようになります。フライシートの地面に当たる部分には全箇所にスカートが装備されています。寒い季節はスカートを伸ばした状態で、暑い季節や通気性を確保したい時はスカートをまくることで4シーズン全てに使えるテントになります。スカートにもそれぞれペグ打ちできるように枠がついているので、手持ちのペグや木の枝などで固定し、風でまくれないようにすることができます。スカートをペグダウンするための輪っかがついているテントは珍しく、風が強い寒い時期には大活躍する機能だと思います。室内の奥には大きな天窓がついています。申し訳程度の大きさの窓ではなく、とてもでかい窓なので、全ての扉を開けていれば通気性は抜群に良くなるテントです。フライシート側の窓、インナーテント側の窓と二重になっています。全開にして寝ている時に窓の向こうに視線を感じた場合でも、わざわざ外に出て窓を閉める必要はなく、室内側の窓を閉めればプライバシーが確保できます。スカートだけではなく、正面の扉を少しだけまくることができます。就寝時にこのスタイルにすれば、プライベートは確保しつつも、室内の天窓と入り口とで風の通り道ができ、通気性は抜群に良くなります。さらにインナーテントはポリコットでできているので、通気性も相まって結露が非常に起こりにくいテントになっています。スカート付きなので、真冬からそして真夏まで使用できるハイブリッドなテントです。室内の各部の大きさは95、240、160、220、205センチ、230、190、185、200センチ、210センチ、140センチ。全室のこの屋根の長さは230センチです。ちなみに全室の対角の長さは約3メートルだったので、大型バイクでも斜めにすれば入ると思います。耐水圧についてです。耐水圧はフライシートが 2000mm、床が 5000mm となっています。フライシートは UV カット効果もあるそうなので、日差しが強い日でもタープを使用せずに快適なキャンプをすることができます。フライシートの縫い目や床の縫い目には CM テープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。ちなみに台風についてですが、この映像を撮っている時の風速はシリによると6メートルでした。今ロープを張らずに6箇所のペグだけで立っている状態です。風に対して斜めになるように設置しています。強風注意報が出ている中でもテント自体は設営できましたが、このテントに限らず風向きや周囲に注意して設営を行ってください。今画面左から風が吹いていますが、このように左側のシェードだけを閉めれば室内に風がほとんど入ってこないので、ランタンやガスの火も消えることはありません。はい、ってことでいかがだったでしょうか。Uジャックのサーペントテントの紹介でした。形だけではなくて、中身や機能なども面白いテントだったと思います。繰り返しになりますが、このテントは Uジャックの佐藤さんが設計し、彼が代表を務める株式会社 Uジャックが販売しているテントです。説明書には問い合わせ先の電話番号や住所などもあり、とてもオープンな会社、メーカーさんのテントです。公式で動画も公開されており、正確な情報をつかめることができるので、一言で言うと安心なテント、そしてメーカーだと思います。購入先や Uジャックチャンネルは概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。